はい、皆さんこんにちは、今回は動画の逆再生の仕方ということで、ちょっと有料のソフトなんですけど、ロイロスコープというものを使って、動画編集をやってるんですけど、YouTube 用ということで、で、ちょっと簡単に説明します。ロイロは、なんていうんですかね、タイムラインのところにこういう文字とかですね、文字とか画像とか音楽とかそういったものをこう重ねてどんどん入れることができます。ドラッグをするだけです。で、その中で、逆再生なんですけど、逆再生については、そのバーをクリックしますと、こちらに、変更編集できる、メニューが出てきますので、そちらの調整のところで、スピードを変更するっていうところに電源のマークがあるんでオンにして変更する効果を有効にしてあげます。で、有効にするとこういう黄色い線が出てきますので、こういうのが出てきますので、こちらをこのプラスマークですね、これをこう追加するとここにこう出てくるんですけど、それをこういうふうに入れると逆再生になります。だから初めに、上のこの文字がですね、分解する指示を作ったんですけど、今度は、それを逆再生にして、集約する、みたいなものを作ってます。一回ちょっと見てみましょう。あ、これ入ってないな、やべ、入ってない。